と今回はですね、レネックスの平塚健さんにちょっとお邪魔してみたいと思います。ちょっとね、どんな感じかやってみたいと思います。どうも、箱田です。ちょっとね、今回ベネックス平塚店さんに遊びに来ました。ちょっとね、お菓子いろいろ取っていきたいと思います。ちょっと爪はしっかりしてますよね。これどうだろう、どっからかけていくか。足幅もそこそこありそうですけど、あー結構ひねる。あーでもこれ倒れちゃう。回していけばいけるかな、これ。ちょっとこの辺、アーム寄せ気味で、ちょっと入れ、ああ、結構、やっぱひねりますね。ここでそこまでいっちゃう。ああ。斜めにちょっとはまっちゃうと厳しいかもしれないですね。回せないか、じゃあ。結構手前からじゃあ入れて、下まで入れば動くのかな、これ。あーちょっと横に、手前払って横にする感じだ。ちょっとここギリギリかな。うまく動いてくれればいいですけど、あ、ま、斜めにいっちゃう。もうちょっと入ればな。ちょっと位置的に今厳しいとこ行っちゃったかな、これ。このまま手前払っていけばいいけど、ちょっとアームが寄せきれないかも。よし、ゲット。ソースカツですかね、ゲットです。じゃあちょっとカレー飯狙ってみますか。端幅はちょっとそこまで広くないですけど、これどうかな。手前やっぱグリ上げ狙っていくのが良さそうですよね。開きは全開ですかね。やっぱひねるのはひねれましたね。動きがで、まず手前の場合乗せて、あと少し後ろちょっと横にしながらずり上げる感じでいきたいですけどね。ちょっと手前のバーがかかってないから、もう少しちょっと後ろから少しアーム入れて、左が結構奥にひねるんで、変なとこちょっと入んないように、このぐらいですかね。あーちょっとやっぱ戻しが、今のはちょっと完全に、ちょっと右のアームがちょっと入っちゃうとダメなんで、これなるべく寄せて、ちょっと手前のバーよりちょっと出さないと。あ、なんかすごい面白い動きしてます。もう一回ちょっと念のため少し引っ張ってみますか。なんか左アームがすごい干渉したんで、よし、これ感じ、こんな感じですね。ちょっとひし形の形にして持ち上げるのがいいかな。やっぱりさっきみたいにアームかかっちゃうとちょっと危ないんで、このぐらいかな。あんまりいくとすごいひねるんで、あーすごい危ない。アーチに割れば危なかった。ひねりがちょっとあれだ。それぐらい、これぐらいでひねらせて、あやっぱねバーが入んないから、あんまり持ち上がらないから、じゃやっぱり横にこれぐらいでちゃんと両アーム入れて、あめちゃくちゃひねる。これぐらいか、少しちょっと揺れもあるんで、最終的にすごいひねる。
あ、なんだこれ、いけんのかな。もうほとんど奥行けないぐらいで、なんか最後めちゃくちゃひねる。よし、これでいけるか。押せればいいけど、押せなかったらちょっときついかも。あ、シゲット危なかった。カレー飯ゲットです。じゃあちょっとね、恒例じゃないですけど、どら焼きチップ、これもうすでに手前がずり上げのところに近いんですけど、初期値はここか。ひねりがどうだろう、これ。あ、これあんまりひねらない、結構平行で、白い場合乗せたいけど、やっぱ回っちゃうんですよね。そうだよな、これリカバリーする感じで入れたいけど、今のちょっとギリギリ入るかな。もう調押しでも結構ギリギリだな、手前。あ、入らねえか、アーム。箱が大きいんで、あんまり縦になっちゃうとちょっとね、入らないんですけど、これで奥に入れて、少しじゃあ奥の右横の角を捉える感じで、あー入っちゃったな。あ、でもずり上げできそうな形にはなりましたね。やるしかないかな、ちょっとアームが入って、あー右残し。ああ、いかない。これはちょっとあれだな。ああ、あと1回ですね。月で。はい、シゲット。プライキチップ、ゲットです。ちょっとスーパーハールさんですね。あと手前のピンクバーの方が近いな。これはどうなんだろう。動けばあれだけど、あーでも、いや一気にいったなこれ。どうしようかな、アームの初期値的に考えて、ちょっとずり上げが減るかな。ちょっと手前入れて修正する感じで奥にずり上げられないかな。よし、これで少し縦に直す感じで、あー直んなかったけど、あーでもいい形になった。これはまだいい設定かも。てかたまたまいい感じに今一瞬ハマりましたね。ちょっとでもこうちゃんとずり上げないと結構油断はできないですけど、これどうだろう、いけるかな。よし、ゲット、これはいけた。スープハルサメゲットです。ちょっとあると必ずやるカナルチ。 BC いけないかな。ちょっとあえて交差してるから、もしかしたらいけるかもしれないけど、あー結構ひねりもあるかな。どうだろう、あーちょっとやっぱさすがに BC は難しいな。ちょっとまた手前になっちゃったんで、引っ張ってみるかな。手前引っ張ってこれればいいですけど、どうだろう。
ちょっと乗っけたな。ちょっとあれが足りないかもしれないけど、ちょっと右アーム寄せて、もう少し斜めにしたい。よし、いい感じにはなってきたかな。いいですけどね、ちょっとひねりがあるから立っちゃうかな。そうですね、UFO9は右が奥行っちゃうんで。よし、でもいい感じに動いた。もうちょいか。よし、右の方がちょっと奥行きますからね。あ、よし、ゲット。前から見てましたね。前が開いたんで、花淵プレーンゲットです。ちょっとね、オロナミン C、 手前のバーがあれですね、ツルツルになってますね。手前のがちょっと動きがいいって感じですかね。パワーがあればですけど。うお、ちょっと奥持ち上げればもしかして滑っていけるかもしれない。第3ボタンがあればいいですけど、ないですね。とこれ持ち上げてくれればいけないかな。はい、しはい、しげはい、しげっと、これは店員さんちょっと聞いてみたいと思います。オロナミン C ゲットです。オロナミン C すごい今有料でしたね。すくい上げればいけました。よかったです。